こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気はかなりだいぶ寒くなってきて、冬来たなっていう感じしてますけれどもね、皆さんお住まいの地域はいかがでしょうか。今週なんかはね、雨が降って寒くて雨でって本当最悪だなと思いつつもね、そんな一日もありましたけどもね、もう12月ですから、クリスマスソングを聴いてね、もうヘビロテで元気出していくしかないという所存ですけれども、最近の話題で言うと、国内のスポーツがシーズン終了を迎えたのをニュースでちょこちょこ見まして、まあ、野球と J リーグなんですけれども、野球は全然わからないんですけど、疑問に思って、まあ多少パワープロでね、実況パワフルプロ野球でコンピューターにこう怒りの言葉をぶつけ続けた日々もありましたけれども、セリーグ弱すぎじゃない？これ本当に疑問。全然毎年見てるとか動向を追いかけてるってことはなくて、今回もなんかザッピングしてる中で、日本シリーズやってるなぐらいで、ソフトバンク買ったんだぐらいの知識量なんですけど、でもよくよく聞いてみたら、なんでそんなことになってるのっていう状況で、だから全然知らないよっていう人に説明すると、日本シリーズがあって、まあだからそれっていうのは、その野球プロ野球のセリーグとパリーグに分かれていて、でセリーグで一番って決まったチームとパリーグで一番って決まったチームが、じゃあ日本で一番強いチーム決めようやって言うんでやるのが日本シリーズなんですけれども、で今シーズンに、関してはソフトバンク、パリーグのソフトバンクとセリーグの巨人が戦って、ソフトバンクで4回勝った方が日本一なんですけど、4連勝でソフトバンク優勝だって言うんですよね。でそれにもびっくりしたし、去年も同じチーム同士の対決で4連勝でソフトバンクが優勝だったんだ、日本一だったって。でそれ弱すぎじゃないセリーグって思って、でなんでだろうって思ったんですよね。でソフトバンクが4年連続日本一だって言うから、俺それつまんなくないかって思って、というのも海外サッカー見るのは好きなんですけど、その各国リーグでだいたいここ勝つだろうって決まってると、なんかね、そのどこが勝つんだ、優勝するんだっていう、そのシーズン終盤の争いの醍醐味みたいなものがね、ちょっと薄くて、ドイツブンデスリーガだったらだいたいバイエルンミュンヘンが最近は優勝するので、もうちょっとドルトムントとかね争ってくれよっていうシーズンが続いているし、イタリアだったらクリスチャーノ・ロナウドがいるユベントスがねだいたい優勝してますから、でフランスだったら最近はパリ・サンジェルマンがほぼほぼ優勝してて、ずっとこのチームが1位じゃん。でもシーズン始まる前からだいたいここ勝つだろうってみんな言ってて、事実勝つっていう状況があって、それだとね、まあもうその各試合各試合の面白さっていうのはあるんだけれども、そのリーグ戦ならではのドキドキ感、他会場の結果はみたいな、そういうのも含めたね終盤の面白さがないんじゃないのかな、なんていうことをね思っちゃいましたけれどもね。だってさっきウィキペディア見たんですけど、一番最近セリーグが日本シリーズまで制したのが2012年の巨人らしいんですよね。だから巨人は結構ここまでは来てると。そこまで、でも逆に言うとそこまで遡らないとセリーグ勝ってないのかっていうのが驚きでしたね。ここ20年スパンで見てもね、2001年以降だとセリーグ5回だけ勝ってるっていうね、ほぼほぼパリーグの優勝チームはね日本一パリーグって並んでて、びっくりしましたね。それがすごい疑問。野球好きの方、ご意見等々あればお寄せいただければと思うんですけれども、で J リーグの方はどうかというと、サッカー、J リーグもう優勝チーム決まっていてですね、川崎フロンターレが優勝しまして、川崎もねここ数年ずっと強くて、17、18、20とね立て続けに優勝していてですね、で今シーズンで言うともう本当早々と決まったというか、 J リーグは僕のイメージだと本当最後までわからないシーズンも結構あったと思うんですよね。本当に最後の数試合で明暗分かれて、まあ例年でしたら降格の、J2 に行ってしまう、J2 から J1 に上がっていくっていう、こう上がってくる下がってくるっていうのを引きこもごもとかのドラマも含めて、優勝争いも最後の最後までそういう面白さがあったのかなと思うんですけど、今シーズンに関してはとりあえず川崎フロンターレが早々と
もうずっと勝ち続けて優勝を決めてですね、早く決まったなという感じでしたけれどもね。だから本当今の、日本の野球、プロ野球、プロサッカー、 J リーグはソフトバンク川崎フロンターレの時代なんだなっていうのがね、雑感ですね。野球に関して本当疑問、なんでそんなに開くのか差が、まあ一方ヨーロッパサッカーはまだまだシーズン続いていて、各国のリーグ戦もちょこちょこねハイライトでね、2時間丸々っていうのはなかなか見られてないんですけれども、ハイライトポン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 見たり、チャンピオンズリーグもねダゾーンじゃなくてあっちの方で、パソコンとかねテレビとかでやっぱりハイライトをね見てますけどもね、盛り上がってほしいですね。やっぱ観客がヨーロッパは全然入れてやっていないので、観客の声を足してる試合もあって、その物悲しさたるやっていうかね、この感情を忘れないようにしようと思いましたけどね。なんかこのお客さん全然いないのに、なんかゴール前までドリブルで駆け上がっていくとわーとかって、どのレベルで達してるのか分かんないですけど、あの違和感と虚しさをね、ちょっとこの気持ちは初めてだなと思いながら、見ております。それでは内山聖輝のバンクスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームミネルバーのフクロウさんからいただきました。大阪府21歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも YouTube で楽しく拝聴しております。これちゃんとオフィシャルので載せてるやつですからね、もう全部載せてますから全然大丈夫なやつ第305回のオープニングで、今日で307回なので前々回ってところでしょうか、305回のオープニングで内山さんは雑誌の話をされていましたが、内山さんは査読付き論文が載っている学術雑誌は読んだことはありますか？おそらくありません。僕かっこ歴史を学ぶしがない大学生、そんな自分でねしがないなんてね言わなくても、かっこ閉じは去年から学会に21歳、学会に出入りするようになった影響で、歴史の学会か、学術雑誌を少しずつ読むようになりました。僕が読む論文はほぼほぼ縦書きです。かっこまれに横書きの論文もありますが、縦書きも横書きも別に嫌いではないけれども、学術的な論文や資料は縦書きの方が断然読みやすいです。内山さんは縦書きと横書きのどちらが好きですか？寒くなってきましたのでご自愛くださいませ。なるほどね。でもなんか大学時代を思い出すと、なんか論文なんていうレベルじゃないけど、でも卒論とかレポートレベルだと、文系文学部系のところにいたけど横書きだったような気がするけど、歴史系は縦書きなんですね。どうなの、文系理系で違いがあるのかなどなど全然わかりませんけれども、縦書きだとね小説とか、文芸誌とかね、そういうイメージがありますが、論文はほぼほぼ縦書きだと。で、縦書きと横書きのどちらが好きですかということですが、まあ、別に好みも何もないんですけれども、身の回りの状況を並べていくならば、今目の前にあるラジオの台本とかいただくメールが印刷してあるやつは全部横書きですね。オープニング丸一、オープニングとか横で書かれていて、 BGM イン内山こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。内山フリートークいや、オープニングのさ台本白すぎ、こんな余白つく無駄だよこれ。いつも思ってたけど、オープニングで1枚使ってるんだけど、フリートークであとなんかエンターキー押してあるだけだもんで末尾に一番下の方に空白あってから、内山それでは内山聖輝のワンクールスタートです、丸SS サウンドステッカーかな、で終わりですからね。紙の無駄なんだよね、オープニングのページいつもまあそんな感じでね、ラジオの台本は僕のイメージだと横書きかなと思いますけど、でも一方そのセリフ、声優の仕事をしていてセリフを言う時の台本はまあ大体縦書きですね。アニメのアフレコだったり吹き替えのお仕事だったり、まあゲームの台本だったりっていうのは大体縦書きで、稀に横書きになっちゃってることもあるんですけれども、それは僕ら声出す人には
渡るときは縦掛けにしなさいよっていうのが業界の風習な感じしますね。まあそんなとこですかね。だから縦掛け横掛けに関してこだわりはないですけど、仕事するにはだっては大体そんな感じです。ラジオネームヘノピーさんからいただきました。中学1年生女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ラジオに初めてメールを送るので、この書き方でいいのか不安です。まあ特に決まったことはないでしょうからね、大丈夫だと思いますが、私は学校ではすごく静かに目立つことなく過ごすことを心がけている陰キャわからないです。家では年中深夜テンションなのですが、ってことはこう盛り上がってるってことなのかな。家では年中深夜テンションなのですが、私の家になぜか8年ぐらいずっと置いてあるものがあります。それはミラーボールです。買ったきっかけは、小さい時大きなショッピングモールに行って、あれ欲しいと言って指さしたものがミラーボールで、両親は娘の部屋にミラーボールがあるって面白いからいいよといった感じで買ってもらいました。天井にくっつけてスイッチのオンオフで光って回るタイプだったんですが、あ、そんなすごいんだ。天井は薄すぎでつけられないし、そもそも使う機会がない、即物置行き。そして現在まで月日が過ぎたミラーボールにもやっと使い道を見つけました。それはワンクールの私はパリピのコーナーです。笑い。毎週日曜日の10時半前に自分の部屋に行き、ミラーボールをセットし、趣味の絵を描きながら聞いてます。笑い。305回。おー、さっきと一緒のやつだ。久しぶりに私はパリピのコーナーがあり、来たと叫び、即座に部屋の電気を消し、ミラーボールのスイッチに手をかけ、音楽が鳴っている間ミラーボールを光らせています。笑い。部屋の空気感が分からずすごい面白かったです。笑い。今までの私はパリピのコーナーではミラーボールの存在を忘れていたので、305回で初めてミラーボールを活用して聞けたので、なんだか嬉しかったのでメールしました。これから冷えてくるので体調に気をつけてください。これからもワンクール楽しみにしています。ミラーボールがあるんだ。はあ、ね、どうやって使うのかと思ったら、天井にくっつけて、それスイッチのオンオフでってことは、それ自体が光ってくれるってことなんでしょうかね。はあ、なるほどね。ミラーボールって、でもいつからね、イメージとしてはなんかディスコとかね、クラブとかにもあるんでしょうか。だからそれをもっと遡ればキャバレーとかにも使われていたんじゃないかなどということを考えましたけど、いつから、だってヨーロッパのその昔の貴族たちがこう社交ダンスみたいなね、こう貴族のパーティーを思い浮かべた時にミラーボールはくっついてこなくて、いやシャンデリアだろうみたいなことを思ったりして、いつからあいつはいるんだろうなというふうに思いましたけどね。まあそれはさておき、ミラーボールなかなか活用できないっていう話ですけど、なんだろうな、12月はねいけるんじゃないですかね。クリスマス、ご家族と一緒に住んでるのかな、娘の部屋にってことだから。そうだよね、中学1年生ご家族と一緒にね、クリスマスミラーボールで盛り上がれるし、やっぱり一番いいのはハッピーニューイヤーの瞬間かなね。大晦日にカウントダウンつけ、カウントダウンの直前につけるのか、カウントダウンの瞬間にクラッカー鳴らしてミラーボールなのか分かんないですけれども、かけるこの瞬間に流す音楽とか決めてね、踊り出すっていうのもねこの時代ならではの楽しみ方なんじゃないでしょうか。ミラーボール、そのタイミングこれからちょこちょこあると思うので、お正月等々含めてね、活用していただけたらと思いますけれども。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。久々のコーナーです。お待たせしました。誰も待ってないかもしれません。このコーナーは、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。関連の話題で言うと、近々ベストバイ、この1年これを買って
快適になりました、楽しみましたっていう私の買い物をね、紹介する、時間を設けられればなと思っておりますけれども、今週は皆さんのお便りを紹介していこうと思います。ラジオネームペンギン21号さんからいただきました。千葉県29歳女性の方、同世代ですね。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。さて、私が今日おすすめしたいのは Bluetooth トランスミッターです。何なんだろうこれは。これは Bluetooth 非対応の機械でも対応していない機械でも Bluetooth をつなげるようになるもので、私は主にテレビにつないでいます。ほう。ステイホーム期間に購入し、テレビにつないでワイヤレスイヤホンに Bluetooth 接続し、テレビにBluetooth トランスミッターってやつをつけて、でワイヤレスイヤホンとそれを Bluetooth 接続して爆音でライブ DVD を見るのに使用しています。へー。またパソコンにつないで配信ライブなどを見るときにも使っています。もちろんテレビもパソコンも Bluetooth 対応のものもあるのですが、買い替えるタイミングまではこれでいこうかなと思ってます。はいはい。あ、そうなんだ。今そっか、テレビが Bluetooth 対応なのか。確かにそうか。うちのどうだったかな。今のところ訪れはほとんどありません。確かにね、 Bluetooth 商品で遅延の問題っていうのはどの商品もね問われるところですよね。ワイヤレスイヤホンが大好きな内山さん。いや別に好きってことはないですね。一時期調べるのにハマってたけど、最近は関心がないですね。この機械が Bluetooth 対応だったらなと思ったことはありませんか。ないですね。ないですね。だってよ、iPhone とか MacBook、テレビを Bluetooth にしたいって思ったことないですね。ネットで見た口コミの中には iPod クラシックに、あーそこついてくるか。 iPod クラシック、僕が持ってる古い iPod ですね。ネットで見た口コミの中には iPod クラシックにこのトランスミッターをつないでワイヤレスイヤホンで音楽を聴いている人もいらっしゃいました。なるほどね。Bluetooth 対応以前の iPod につけて今自分が愛用しているイヤホンで聞くんだと。まだまだなかなか外出しづらい時期、ご自宅で映画や配信を見る機会も多いかと思います。ぜひご検討ください。確かに便利そうな商品ですね。Bluetooth 対応していないものにつけて、テレビにつけるっていうのもびっくりしましたね。あ、そういう楽しみ方があるんだと思ったし、パソコンでね、非対応型のやつだったらこれでいけそうですね。ただなんかこれが Bluetooth 対応だったらなっていう思うものが、今パッと思いつかないし、 iPod クラシックも全然稼働してなくて、というよりも今これベストバイで話すかもしれないんですけど、僕はもうね、ワイヤレスイヤホンを調べ尽くしていた時代が嘘のように、もう今は有線しかないっていうことになってます。そんなね、音質を低下するようなものはね、ありえないということでね、もうほぼほぼ有線で音楽を聴いてますから、僕今ね、音響への何かがねちょっとおかしなことになっていてですね、変な機械を買ってますね。これちょっと話すと長くなるんでね、もうなんか本当ね、そうやって大好きなって思われてるのが嘘みたいにね、有線つながないと音楽なんて聞いちゃダメだろうっていうおかしなことになってますね。思えばあれはきっかけ何だったんだろうな。なんかいろいろことがあってね、いや Bluetooth だと音楽はダメだと思いますね。有線か、まあライブ DVD ね、まあバックオンで聞きたいっていうのも分かりますけれども、まあその音量は下げつつ、時間帯も選びつつ、やっぱりちゃんとねスピーカーつないでね聞いた方がいいと思いますよ。Bluetooth はちょっとな、ちょっと音楽とかはね、まあラジオ聞くぐらいだったらね、ちょっと分かんないですね僕は。ちょっとラジオネームサイドワインダーさんからいただきました。鳥取県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。数週間前のワンクールで朝食の話題になったこと、7月頃のワンクールで家に炊飯器がないとおっしゃっていたことを思い出しましたので、すごい現地取られてるな現地で攻めてくる怖い
今回僕は内山さんに炊飯器かっこタイガータクック TACOOK をおすすめします。ほう、炊飯器といってもただの炊飯器ではなく、付属しているクッキングプレートに食材を入れセットすれば米を炊くのと同時におかずも一品作れる優れものなのです。え？作れる料理はカレー、煮物、親子丼などなど、説明書とともに入っているレシピ集にはたくさんの料理が並んでいます。コンビニのおにぎりやパックのご飯も美味しいですが、一食分が高くつきますし、これがあれば調理時間の短縮と光熱費の節約になります。さすがに家に炊飯器がないのは不便ではと思います。ぜひご検討なさってください。はあ、え、炊飯器タイガータクック、ただの炊飯器ではなく付属しているクッキングプレートに食材を、写真もつけてくれてますね。ああ、お米の層より上のゾーンがあって、それがクッキングプレートになっていて、そこに食材を入れるとお米と同時におかずも一品作れる。確かに合理的な感じはしますけどね。で、カレー、煮物、親子丼などなど。へえ。いや、料理しないからね。カレーも、カレーそんな、カレー食べたいなっていう時ないし、煮物もね、いらないしね、親子丼。親子丼、コンビニのも結構美味しいですけどね。料理しないし、炊飯器は持ってないですけど、別にね、まあ、一食分が高くコストパフォーマンスの面でどうかという問題は確かにわかるけど、そこはまあ利便性を買っているというかね。だから調理時間の短縮という利点に関しては調理しないっていうねことと、光熱費、まあね、それを言われるとね、まあそうかもしれないですけどね。光熱、あ、そうか、別の、フライパンか鍋ないんで作るんじゃなくてってことか。うん、だからまあ利便性なりなんなりっていうのはね、お金で解決する、大人になってしまいましたね。炊飯器がないのは不便ではっていうの、あまり不便ではないですね。大丈夫ですかね。でもいい商品ですね。なんかこう理にかなってる感っていうのはちょっとここから感じましたけどもね。ラジオネームにゃんぱらりさんからいただきました。こんにちは。湯船が浸かることが癒しの内山さんに、また現地と、なんか何も言えないね。なんか言ったらすぐこうここ言ってましたよね。ってことはこれですよね。まあしょうがないですけどね、そういうコーナーですから。湯船が浸かることが癒しの内山さんに、今回おすすめの商品は電動頭皮ブラシヘッドマッサージャー、ルメントヘッドスパです。初耳。頭に当てて電源を入れると4つのローラーが回転、84個の小さな突起が頭皮をつまみ上げマッサージ、点点点丸、至福の時が訪れます。毛穴の奥に詰まった汚れをもかき出してくれます。またフェイスラインや首、肩にも使用可能。充電式でお手入れも簡単です。お風呂のお供に使っていただき、極上のリラックスタイムを。はあ、これ写真もつけてくれですね。写真っていうか、こう宣伝文句。フジテレビ系朝の情報番組、目覚ましテレビで紹介されました。へぇ。11月26日放送。今時のコーナーでルメントヘッドスパが紹介されましたって。あ、確かにもう手のひらサイズというか、手のひらよりはちょっと大きいかな。まあでも片手で持てるくらいのサイズ感で、だからこうなんていうんでしょうね、土偶みたいな形してますね。でその下の部分がこの頭をね、こうリラックスさせてくれるっていうね、突起がついていると。確か女性が頭に当てている。で頭皮マッサージであり、汚れもかき出す。はあ、フェイスラインや首、肩にも使用可能。こうやってお風呂入りながらやるっていうの、いやー、いらないかな。どうなんですかね、これやると気持ちいいんですかね。ヘッドスパってほとんどそんなお店でやるみたいなこともなかったと思うし、興味がないですね。
で、ヘッドスパには興味がないっていうのと、で、首とか肩にも使用可能ってあるけど、まあこの商品のメインの目的は頭だろうから、ちょっとなんか効果半減なのかなってうがった見方もしちゃうし、だから不要ですかね。いらないですね。いい商品だと思いますけどね。ありがとうございます。ということで、またね、やりますからよろしくお願いします。引き続き買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆様がどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 1@joqr.net、one@joqr.net、 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方予定です。それではまた来週、さよなら。